どうも皆さん、健太です。今日はちょっと昔一世を風靡したヒロシ風にちょっと動画を撮ってみようかなと思うとです。この中途半端なキャラ設定で押し通せるでしょうか。健太です。昔学校の体育館の鍵を職員会議に出て借りて、フットサルを体育館で練習しているとき、なぜか体育館のトイレの鍵だけ開かなくて、校庭でのぐそしました。健太です。この前会社の廊下を歩いていると、廊下にうんこみたいなものが落ちていました。ふざけて蹴っ飛ばしてみたら、うんこでした。健太です。昔銀座の高級ホステスとその子のお家でエッチなことをしたとき、使用済みのスキンを真っ暗な部屋でゴミ箱らしきものに投げ捨てたら、翌朝見たらお米の袋でした。健太です。もうネタ切れです。思いつかないって、アドリブでやっても3つ話せたから上等かな。ヒゲが青いね、青いね。なんかだんだんおじさんに化してきてね、本当にね。これ元ね、これ元売れっ子ホストにはもう見えないっすよね。今日ね、昔のお客さんとね、ちょっとワールドポーターズにね、ちょっと遊びに行ってっていうかね、いろいろネックレス買ってもらったりとかね、指輪買ってもらったりとか。嘘です。嘘です。まあね、何にもね、適当にね、考えずにね、動画ちょっと撮ろうと思って今撮ったらこんなことになってしまいました。すいません、ヒロシ風にやってみたらもう思いつきだし、話す内容も一瞬で考えたから、前の本当にクソくだらない話ばっかり出てきて、クソくだらない話、クソくだらない話って頭で思ってると、このクソがなんか前面に押し出されて、もううんこの話がね、今3つ中2つを占めたというね、最悪の話になってしまいましたけどね。まあ、そんな感じなんですよ。そうね、前ね、ちょっとフットサルをね、結構高校ね、1年生からサッカー始めて、遅いんだけど、そう、中学生の時はバスケやってたんですよ。で、小学校の時はわりかし野球に燃えてたんですね。燃えてたってわけじゃないけど、まあ親父の社会人野球に混じってやってて、でその後バスケ部中学校に入って、で飽きて、で高校はサッカー部、うん、でサッカーが1年潰れてフットサル部になって、同好会になって、で、フットサルでやってたんですね。で、卒業してから、まあ、自分たち地元の、あれでフットサルチームみたいなのをカンナが作って、ちょっと、素行の悪い軍団で、で、その、地元のね、中学校の、あれ、体育館で練習しようと思って、よくママサンバレとか練習してるじゃないですか。そんで、俺らもそれ練習したいなと思って、で、職員会議に出て、鍵をゲットしたんですよ。じゃあ使っていいよ、何曜日使っていいよっていう風になって、学校公認でね、で、まあ練習してましたと。で、その後ね、しばらく借りてたんだけど、フットサルの人数集まらなくなってしまって、で、まあ借りてはいたんだけど、学校でね、その鬼ごっことかやったりとか、かくれんぼやったりとか、とにかくレクリエーションをやってたんですよ、遊んでね。暗く真っ暗に体育館を消してさ、鬼ごっことかかくれんぼやるとめっちゃ面白くてめっちゃ怖いんだけどね。体育館のさ、踊り場っていうかなんていうの、階段、体育館2階に上がっていくところの踊り場とかあんの、体育館の。夜とかね、もう真っ暗にして隠れ場出ると、マジ怖えよ。もう一人で俺隠れてんじゃん、ピアノの裏とかにね、体育館のさ、置いてある、隅っこに置いてあるピアノ、わかんない、舞台の袖に置いてあるピアノみたいなの、
あそこの裏とかにさ、一人でも全部の電気消すのよ。で、隠れてて、鬼とかさ、目の前に通っても気がつかないんだけど、そんな感じの暗さで隠れてんじゃん。一人で隠れてるはずなのにさ、なんか一人じゃない気がすんのよ。なんかもうちょっと先に誰か隠れてる気がするから、誰か隠れてんなら一緒のとこに隠れてんだなと思って、なんかさ、おい、行った、俺行った、やってたのに、行った、行ったとかやってたらさ、電気つけばまた誰もいねえのね。 いや、結構怖って、俺誰に話しかけたんですかね、あの時ね。俺ね、気配は完全にしたんですよ。行った行ったとか言ってさ、ねえ、行ったかなとか言ってさ、で、はい、終わりみたいな感じでさ、なんか10日今日だから終わりだって、終わりだって、出るべっつって電気つけたら誰もいないの。怖え、誰これ、いたの、トイレ、誰これ、体育館の花子さん、体育館は花子さんじゃねえな。 そこの体育館、一回ね、朝礼中に2人ぐらいね、なんか取り憑かれたみたいな感じでね、突然発狂してね、2人ともね、全然期間違ったし、学年も違ったんだけど、口を揃えてね、なんか、なんつうの、火事の中にいたとか、火で焼かれるなんか幻覚みたいな感じで、2人ともそういうことを言って、この体育館なんかやばいんじゃないかっつって、お祓いが来たような体育館なんですよ。怖え、俺取り憑かれたのかな、それで頭おかしくなっちゃったのかな、俺。マジか、健太です。まあ、そんなことだっていいんだよ。 そう、それでね、トイレも体育館、その、なんていうの、ボールとか置いてる倉庫にの横に一緒に体育館のトイレがついてたんだけど、そこに行く扉のも鍵がかかってたけど、そこの鍵だけなぜかないのよ、体育館の鍵の中に。だからトイレが入れなくて、そこの体育館を借りるんだけど、みんな我慢してたのよ。で、近くのコンビニ前とか行ったりしたんだけど、俺そんなこと知らなくてさ、ずっとトイレ使ってなかったから、さあ、もうお腹痛えぞ、もううんこするぞと思って、ちょっと俺トイレ行ってくるわ、さら、え、何言ってんの、鍵なんかねえよって言うから、鍵なんか何言って、何言うさら、いや、トイレのとこ鍵開かないと入んないよって言うから、えっつって、いや、マジもう無理無理じゃん、みんなコンビニ行ってんだよ、コンビニ行ってこいよって言うから、いや、もう無理、もうほんと無理、もうほんとほんとほんと、ほんとかける800ぐらい無理だわ、これっつって、もう出るよ、これさ、無理だ無理だっつってさ、どうすんだよ、さら、いや、もうこれ致し方ねえっつって、校庭での嘘じゃいっつってね、はい。この話はこっから先はね、やめよう。はい。で、さっきのね、廊下、なんかなぜか会社の廊下にうんこらしきものが落っこちてて、なんかね、結構廊下長いっていうか、俺の会社めっちゃでかいから、東京ドーム1個分あるかな、あるかないかぐらいの敷地なのよ。広いの、すごい。で、廊下とかもめっちゃ長くて、で、食堂出て廊下歩いてた時に、前のさ、俺のさ、同僚がさ、なんかすげえ前でさ、なんか珍しいところ止まって、こうやってこっちにこうやって手振ってんのよ。やってないっつって、で、俺、ね、その、一緒の、なんていうの、働いてるとこの女の子と、もう一人男の子、3人で歩いてて、誰っつって、まあ、おっちゃんだったんだけど、そのね、同僚が、何やってんのあれっつって、わかんないけど、こっち手振ってねっつって、振ってるっつって、こんなこと感じてたら、みんな手振ってさ、何あれっつって、で、動かないの、その人ずっと手こうやってやってんのよ。なんかあいつついにボケちまったんじゃねえの、あのじじいなんつってさ、そう、したっけさ、こうやって歩いて、どうしたんすかって歩いてったらさ、いやー、あるんだよ、惜しいなーとか言って、何言ってたら、いや、あそこにうんこみたいなの落ちてんだよとか言って、うんこはさ、廊下にうんこ落ちてねえだろ、さ、いや、あれ、ほんと落ちてね。だから、こうやって気そらしてさ、誰かこうやって手振ってれば、こっちに気がそれるから、そのまま歩いて誰か参入して誰か踏むかなーと思ったら、なんでみんなギリギリで踏まねえでやんのって言うから、なんだそれ、ひってえなーって、でもうんこなんか落ちてねえから、チョコレートかなんかだろっつって見に行ったのよ。でさ、なんかしたら、確かにもう、うんこそのものなの？うんこそのものなのよ。でもさ、うんこが廊下に落ちてるわけないじゃん。ねえ、もうしかも結構落ちてんの、こんなうんこなんか落ちてあげねえだろうと思ってさ、俺ふざけてさ、えーいって蹴ってましたのよ、パーンパコーンって、石蹴ったみたいな感じの硬さだったのね。 でもう石蹴ったみたいな、えーいってもう松ぼっくり吹っ飛ばすみたいに、ポーンって蹴ってましてさ、みんなわははーなんて笑ってて、うんこ蹴ったやつみたいな、うんこじゃねえよ、これチョコかなんかだよっつってさ、したっけさ、昨日だか一昨日さ、その話をさ、まあ、働いてるパートさんっていうかね、女の人に、いや、この間さ、廊下にうんこみたいなの落っこちててさ、4階の、さら、え？ 4 階の？え、もしかして何曜日みたいな、あ、そう、さら、あ、やっぱじゃあ、あれ、あ、それ多分本当にうんこだよって言うから、いや、うんこじゃないよ、チョコだめですよ、だって廊下にうんこが落ちてるわけねえじゃん、あんだけ人通り多いのに、さら、4階の女子トイレにその日、私、ご飯食べた後入ったら、もう、多分誰か間に合わなかったのか分かんないけど、その、もう女子トイレ入って、入ったすぐのところにもう、なんか、うんこが落っこちてたみたいな。多分間に合わなくて出ちゃったんだよあれって言うから、多分それで
ズボンかなんかを伝ってもうとっくに食堂を出てから出てて、それでトイレ行くまでの間にポロポロあのなんかあの忍者がね、あの来た道迷わないようにあの米粒を置いていくみたいな感じで落っこっちゃったんだよみたいな。じゃあ俺が蹴ったら本当のうんこじゃんっつって靴洗いました。はい。そうで最後の話、高級ホステスっていうか高級クラブのね姉ちゃん、まあ、スカウトの時に知り合ったんだけども、スカ知り合ってすぐに、まあ、彼氏と別れてなんか別れたなんかどうのこうのつって、なんかたこ焼きパーティーしようって言われたんですよ。家でタコパしようって家に来て、ああいいよタコパしようぜっつって俺言ったんですよね。でまあ2人でタコパしたんだけど、もう散々エグザイルの DVD 見させられて、男の DVD なんか正直興味ねえじゃん男からしたら、まあ、まあ好きなアーティストってあれだけど、まあ好きだけどそんな DVD 見るほど好きじゃねえしさ俺エグザイル。でも散々 DVD 好きだからエグザイルめっちゃ見させられて、もううんざりしちゃったんだこの女よ、エグザイルの DVD 見るためにはるばるこんなとこまで来たんじゃねえやと思って、でまあまあ普通にタコ焼き食って、まあまあ、酒飲んで、エグザイルの DVD 見て、で、まあ、なんかいろいろね、それがさ、やっぱクラブのね、キャバクラの姉ちゃんもやっぱ綺麗で可愛い子多いけど、高級クラブの姉ちゃんって、綺麗なんだよね。もうね、うん、芸能人クラスだよね。もうだからもう、うわ、めっちゃ、すっぴんでもめっちゃ可愛くて、たまたまかもしれんけども、でさ、すごいね、やらしいパジャマを着るのよ。まあ、パーカーなんだけど、普通のパーカー。なんつうの、もう、下着、なんつうの、ノーブラに、普通のジップパーカーみたいな。で、ジップパーカー、この辺まで開けちゃってさ、めっちゃエロいよな、こいつと思って。いや、俺ね、正直ね、まあ、ね、どっちかというと、ブサイクだから、それ自分で重々承知してるから、そんな綺麗な姉ちゃんとかとエッチなことになれるなんて思ってないよ自分の中でね。だからさなからその時もあそういう風に見られてないからこんな風に家に呼んでたこ焼き食わねパーティーしようなんて言ってくるやろうなと思って、男としても見てないんだろうなと思って多分今日もなんもねえなと思ってて一切そんな気なかったんだけど、そんなもん綺麗な姉ちゃんがそんなエロい格好してると見られる上こっちもいやこれワンチャン行ってみっかっていうやっぱ気になるわけですね。うんねえやっぱね若いし、まあスカウトやってた子だったからよしと思って俺もじゃあ元売れっ子ホストとして一応やってみるかってね。これ売れっ子ホストって嘘だからねさっき言ったの俺ホストなんかやったことねえからね。うんでまあちょっとワンチャン行ってみっかというわけで、もう眠いからじゃあ寝っかっつって、でも俺じゃあソファこれ本当は嘘だけどこれ先方なんだけどじゃあ寝ようっつって、でもベッド1個しかないんだって言うから、ベッド1個しかないからベッド寝ようって言うから、いやいやいや本当はねそこでいいのってなるけど、いやいいのってあえて言わずに、いやいいいいよ一緒に寝ちゃうと正直俺ねなんかした時まずいから、俺いいよ床で寝っからっつって、いやいいよいいよ一緒に寝なよって言うんだけど、いやいいいいっつって俺床かじゃあそのこの部屋ソファーで寝るからっつって、なんかブランケットかなんかあったらさ、いいよいいよ一緒に寝な別に私平気だからそういうの大丈夫だから寝なよって言うから、いやいや大丈夫っつってあえてちょっとプラトニックじゃないプライベートライアンじゃない何なんだっけ、プラトーン違うなまあ何でもいいや、あえてちょっとそのなんかそのよなんていうのガッツかない感じにしといて、まあね結局そういう風にする方向は転換はしていくわけなんだけど、髪型ダッサーサモハンケンポみたいプロジェクトへでまあ髪型がダサくてちょっと動画進める気にならんな、うんそうなんだけど、でまあ堅くなに拒否して小1時間2時間が結局俺は床で寝てたわけなんですよ。本当はここでスッと入っていく方がいいんだけど、まああえてそういう風にして最後の最後にクライマックスに俺は書き詰めてをかけようと思ってね、うん、男と女のねそういう今日ワンチャンいけるかなっていうやつはね結局ゲームみたいなもんですからね、その解散時間っていうか帰宅時間ね一緒に遊ぶのが解散するまでの時間に女の子とね最後まで C まで到達することができるかっていうね、いろんな積み重ねですか、どこのポイントに山を張るかかけるかっていうね、どういう風にジャブを出していくかっていうね、このゲーム駆け引きですね、若い男女の駆け引き、これがまあ当時は楽しかったんですね。はい、でワンちゃん行ってみっかっつって、まあ床で寝て、でねやっぱ床で寝たやつちょっと寝て時間で寝た後にやっぱその子がねえねえいいよ腰入んなって寒いでしょっつって、ちょっと寒いふりすんのよ、寒くなんかねえんだけどさ、そうでまあ行きまして、そうじゃあちょっとごめんもう寒いから入るわっつって、で入って。まあもうまずあれだよ
このマッサージ作戦、ちょっと肩が揉んであげるよみたいな、いやらしい、下心丸見えじゃんけね。その時は上等したんだけど、めっちゃ肩凝ってんねって、本当は凝ってないんだけど、めっちゃ肩凝ってんじゃんって、マッサージ、俺肩の肌マッサージ、首のマッサージめっちゃうまいからってやって、本当ですよな。でそんな感じでだん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 、結局そういうなんかね、いう風にしていくわけですね。うん、何のテクニックの紹介だこれ。うん、ぜひね、これちょっと皆さんね、ね、その前に投稿したね、女の子をですね、エッチな気分にする動画、ぜひ見てください。これ若い、10代の方、10代の男子に見てほしい動画ですね。うん、あれはぜひね、本当に見てほしいんでね、時間ある方いましたら、ちょっと見てみてください。はい。ぜひ見てください。うん、ちょっと参考になると思いますんで、はい。で、まあそんな感じで、まあ肩のマッサージから始まって、ね、おっぴゃいのマッサージになって最終的に、まあ、結局ね、そういう風になったわけで、結局攻略してきましたよ。でそれで攻略しまして、まあ、僕はちゃんとね、そのセーフティーセックスっていうのも心がけてたんで、当時からずっと俺はね、一時の体つきに負けてですね、その避妊をしないとかね、そういうのはね好きじゃないしね、傷つくのは女の子ですし、でまあ、当時からセーフティーセックス掲げてるんで、ちゃんとね、コンドームの使用をしてるわけですね。で、そのまま一応ね、もうすでにね、忍ばしておいたんで、自分で。で、まあ、まあ、そういう風になって、で、終わって、で、もう結構薄、電気も消してるし、夜中だったから薄暗いんですよ。てか、もう部屋も暗いのよ。うん、で、まあ、使用済みのやつをね、でも、神業のようなさばきで、シュッシュッて、こう結びやって、まあ、こうやって振り回して、ゴミ箱と思ったら、おあれだ、目が慣れてきたと思ったら、あれがゴミ箱だと思って、あれにこうやって、もうカーボーイのように、入りやーってやったらさ、入ったらよし、スポって、ね。で、まあ入ったわけですね。よし、入ったーってさ、やって、で、まあ、一緒に寝て、で、翌朝、ちょっと、まあ、まあ、女の子が早く起きる方がね、正直、人んちっていうかさ、俺でもどっちにどうしても毎日お腹痛くなるから、朝必ず便通がいいんで、当時から。なので、やっぱね、女の子というか先に目覚ましかけて、自分が聞こえるようにね。で、起きて、トイレだけ済まして、まあ、女の子んちでトイレするのも良くないんだけど、ちゃんと形跡を残さないようにね、まあ、トイレ入りまして。で、まあ、なんとなしにね、その投げたね、ゴミ箱を見たらね、あれ？ゴミ箱ねえなと思ったらね、ゴミ箱があったところにね、お米のね、一人暮らしだったんです、その子ね。お米の袋が置いてあるんですよ。口が開いたままの。だらしないなぁと思って、ん？お米の袋？と思って、待てよ。昨日の夜中、俺がここに、使用済みスキーを投げたときは、ここにゴミ箱があった。ん？ゴミ箱があったはずのところにお米の袋、ってことは、このお米の袋の中に使用済みスキンがあるーってなって、もう急いで証拠隠滅しましたよ、ゴミ箱に。言えなかったね、そのお米食べない方がいいよって言えなかった、いっぱい入ってたから。なんか、お母さんから、田舎のお母さんから送ってもらった米だなんて次の日言われちゃったから、言えねえと思って、言えねえよ、すまねえ、食ってくれっていう感じで言わずに出てきちゃったよ。この場を借りて謝らせてください。どうもすいませんでした。あの時は本当に申し訳ありませんでした。ね。知らぬか仏だと思いますけども、どうも本当にすいませんでした。申し訳ありません。謝りの動画でした。ちょっとまだ肉ついてるけど、ね。この間よりかちょっと落ちたんじゃない？肉。今オートミールにね。朝と夜は完全にオートミール化してますんで、昼間はまあどうしてもね、食場出ちゃうんで、ね、ご飯食べちゃうんですけども、外食が基本なんで、付き合いでね。でも朝と夜は完全にオートミール化、炭水化物一切抜くっていう生活にはちょっと戻しましたので、ちょっと輪郭も、一番流星を極めてるデブの時よりは若干シャープになったんじゃないですかね。はい。髪型がまあね、最近安定の伸びたですけども、はい。本当は違う髪型したんだけどね、今そのお熱上げてる元カノがですね、この髪型がいいんだって、坊ちゃんみたいな髪型が可愛いんだってさ、可愛いかこれ、こんなん。可愛いかこれ、マッシュルームみてえな、伸びたみてえな、え可愛いかこれ、おい。キモいわ。
というわけで、ケンタ店長でした。ね、すみません、最近ちょっとゲスな動画をちょっ と撮ろうかなと思ってね。さよなら。ケンタ店長でした。何も思いつかない。最近待って、最近別れの挨拶が思いつかないから、ちょっと待って。別れの挨拶っつったらよ、いきなり一発ギャグだろ。というわけでね、これあの専門学校時代になんかその一発ギャグ的なやつを考えてこいって言われた授業があったんですよね。まあ俺演劇の学校にしたんで、その時にね、クラスメート全員を凍らせた俺の伝説の一発ギャグやります。ふっ、あー、室伏。これ意味わかんねえよ。これなんでこんなことやったの俺。ねえ、何室伏ってこれ何のギャグにもなってないもんね。すいません、やめよう、恥ずかしいから。ケンタ店長でした。またお会いしましょう。